ちいちいち。Thank you.
これは何、キャリアウーマンのあれなの、休憩中なの。お、大手町新橋あたりで疲れたキャリアウーマンな、立って寝てます。キャリアウーマンやね。今日はこの足ポーズ作っとる。でも庶務課なんでしょ。ね、さあ面白い映像が撮れたところで、さあ今日の数ご飯行ってまいりましょう。ドンビッグ三点盛り、なんかタモリさんまたけしみたいな感じ。ね、あたるちゃんちビッグスリーが勢ぞろい。まずは野菜たっぷり豚バラの湯煎したふわふわ豚バラに、なんだろう、卵たっぷりの、豆腐チャンプルだね。豚バラ豆腐チャンプル、沖縄料理にちょっとなぞらえてみました。ちょっと醤油欲しかったら醤油かけてもいいかもね。そして、北海道の海鮮は白貝ね。もちろん半額でございます。普通に買ったらこれ1500円ぐらいするけど、半額だったら700円でお楽しみね。あの白貝のバター酒蒸しだよ。うちの女性ともバター入れない方がいいって言うけど、俺バター入れるよ。白貝にはバターだよ、やっぱり。バター、バターがベターだ。そして、卵15個ぐらい使った、あの、鶏の半身。これもね、湯煎調理したふわふわのやつを入れて、なんだろう、しめじとネギをね、たっぷり使った、卵15個、超スーパー卵スープ。美味しいと思う。明日はね、これで雑炊かな。そして、ね、皆さんご存知、納豆。ネギたっぷり。知ってるのかな、納豆に。ネギを刻むとうまいんだ。筋肉少女隊です。大槻健二どこ行ったんだ。さあ今日はこんな感じ。ずら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 と。ずらずらずら行ってみましょう。いや、これうまそうだな。つい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 と。ついと。こっちからも撮るか。こっちからもビューシー。どうしたらいいんだ、これ。ちょっとまとまんねえ、これ。ねえ。本当はこう3つぐらい、ここでこうワンショットを撮るといいんだろうね。ここら辺にテーブルがあってね。向こうだった方がいいかもしれないな。まあいいや。今日はこんな感じ。さあ、それでは早速いただいてまいりましょうよ。せーの。ピース。